せーの、レイ,レイブシ、こんにちは。こんにちは。この番組は恋愛作家の店長と記事恋愛の先生。さらに不安なので石坂さんにも助けてもらいながらお届けします。最後までお付き合いください。お願いします、えー。久しぶりにちょっとブースに戻ってきて、はい、なんかまあ公共の電波では、はい、なんかあのー、毎週ちゃんと、うん。 収録撮ってるんだろうなって思われてると思うんですけど実際先生がですよもう犬からインフルエンザもらった、あのー、収録取りきれるじゃないっすねはやりに乗っちゃった、あのー、もうしかも映ったのが犬からかっていうね <laughs> どこの犬か分からんけどな、あのー、あんま触らんっていうか手洗ってちゃんと犬触った後は <laughs> 大変だよもう <laughs> そんな感じで一応いろいろとねドタバタしながら今挑んでるんですけど、はい ちょっとあのインフルエンザかかったのに対して反省文を頭文字であの表現してもらっていいですか、はい、<laughs> いいであいいで、はい、これ何ですかいいわエンジョイでエンジョイするとこないでしょそれ <laughs> 全く考えてなかった最近なかったのに急に来たな <laughs> そうそう今日オープニングあの多分今日のこの収録多分内容が薄いはずだから頭になんか持ってこっかなと思って <laughs> 久しぶりにフリートークでちょっと稼ごうかなみたいな <laughs> 頭文字をちょっと入れてみました久しぶりなんで <laughs> じゃあえっと一応これでもえっと一分半ぐらい読んでるんで一応入っていきましょうね番組の紹介していきますはいえこの番組は毎週土曜四時三十分から五時までの三十分番組です実際は収録放送のため時 リスナーさんとは時間がずれていると思いますがご了承くださいそっちが間開けるからなんか神々だよ <laughs> <laughs> 番組の内容としてはリスナー参加型となっておりコーナーをメインとし皆さんと恋愛のトークで盛り上がっていきたいと思っておりますもし時間が余れば空気を読まず店長の恋愛節をだらだらと話し、はい、エンディングにバトンを渡していきます笑いも恋花もアッパースイングを狙っていきますので皆さんからはたくさんのメッセージをお待ちしております、はい メールアドレスは七九七アットマーク fm ギノワンドット fm ギノワンドットコムまで送ってちょうだい。やっぱだからあきついよ番組が。<laughs> <笑><笑>ブラックが出てるでしょ。<笑><笑><笑>じゃあそれでは CM でーす。恋愛節。あ、小石さい店長、いいラジオ番組がありますよ。どんな番組かな。<laughs> 陽気なおじさんお二人が恋愛感を棒読みで語りながら笑っている番組なんだ。 全然伝わらねえな出会ブ節は毎週土曜4時半から5時までの30分番組です誰か聞いて宜野湾ヒルズ通り究デイゴ通りにはいろんなお店がショッピングカフェ飲食雑貨そして絶景の夜景スポット新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね 続いてはメインコーナー恋の妄想うん <laughs> <laughs> やっぱりコメントがないなあまあいいや,、えっとえー、いやとりあえず紹介していきましょう、ね、言えばい,いの<ー>イエーイって言えばいいの <laughs> なんかあるさ <laughs> 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 さっき犬からインフルエンザもらったっていうから <laughs> ワンでもいいさね、うん、まだちょっとあのある、ね、<laughs> まだインフルエンザの影響ちょっとあの切れてないね <laughs> <laughs> じゃあえっと、番組を紹介ししていきましょうね <laughs>、はいえー、このコーナーは恋愛作家の店長が空想により考えた恋のシチュエーションをお題としてて答えていきます、はい、その後答えた内容を石坂さんに選んでもらい良かった点悪かった点について議論し恋愛節へ出世してもらうコーナーです。 ただし、このコーナーはラブメールなしではいずれ廃止となります。<laughs> はいでしょう <laughs>。はいだよね。あで、これは,はいダメだよ。<笑><笑>今でも入ってくるかなと思ったんで、<laughs> ね、まあ戻りましょうね。<laughs> えっとなので、たくさんのラブメールの送信をお待ちしております。はい 実際まだメール1つだけでなんかちょっとこのメールもお金の効果でメールが届いたみたいななんかあんま大人のちょっと汚い世界のことをメールが届きましたようなんでまたそのお店に行けばメール来るんじゃないですかだから違うでしょまあちゃんとね本人はどういう気持ちで送ってくれてるか分からないけどやっぱりねあのー。 学生さんとかね、うん、今なんか恋をしている青春時代を走っている20代の男女とかね。はい まあそういう方たちからもらえたらなって思ってるんですけど、はい、まあそれはないんで戻りましょうね。<laughs> はいえー、ラブメールの書き方を説明します <laughs>、えー。書き方は我々が答えた内容に評価するだけです。はい、評価は三段階評価となっており、丸、三角、バツの評価でお願いします。伊、うん、坂さんじゃあすいません。いつも通りお願いしてもよろしいですか。はい。はいじゃあいきます。丸の評価。けんけんする。三角の評価。まあ悪くないかな。バツの評価。ダメ。 まあ以上の感じで「丸三角バ×で評価をまあ店長と先生にそれぞれつけて送信するだけなんですよねだからなんかそんなにはあのねキーボードをいっぱい叩けきにいってないんでとりあえずあのダメ元でどんな感じの反応をするんだろうっていうのをちょっと試してほしいなと、はい、で今えっとまあえ先週ぐらいからちょっと話している、はい「 時間まあ、10月にやる1時間のスペシャル番組でこれの何、あのー、て言うんですかねリスナーさんからまあリスナーさんは、うん、多分少しはいると思うんでここはそのまま何も触れずに言うんですけどリスナーさんからメールをもらえるように今一応恋愛節の何、うんあのー、て言うんですかねオリジナルグッズ 最初ステッカー考えてたんですけどあんまりステッカーじゃ芸がないんで我々別に有名人でも何でもないからこういう人たちのステッカーをもらってもなっていうのがあって今ちょっと日常で使えるボールペンを恋愛節のデザインにしてこれを限定で10名様にメールを送ってくれた10名様に。 あのー、なん,なんていうんですかプレゼントしますみたいなメール送るだけでもらえるのもうメール送るだけで俺もメール送ろうからじゃあ、ね、そっちにあげない <laughs> <laughs> そっちにあげない <laughs> でこれも結局大人の汚い手で、うん、なんかお金使ってからメールもらってるみたいな感じだったけどもの <laughs> で釣ろうかなっても <laughs> の <laughs> で釣ろうかなみたいな <laughs> で,でもやっぱりね、あのー、自分たちも一応これも番組やってる以上は、うん、やっぱみんなでね、はい、楽しみたいっていうのがあるので。うんうん まあそこら辺も踏まえてちょっとメールを送る練習をまあお母さんなりおばちゃんなりでいろいろ練習しててねメールこんなふうに送った方がいいよって。でやっててほしいなっていうのがあってですよ。で一応ち,ちょっと今もうデザインはたくさん来たらどうすんの あの十名様なんじ先着順でやろうかな。だからもうあのね番組が始まる前からもういっぱいメール欲しいなっていう。で一応あのプレゼントが十まあ数量十に限定しようかなと思ってるんで、十通以上メールが来た場合はそれ以降のメールは読みません。ひどいな。プレゼントね配ることできないから、それ以上のメールは読まない方がいい。配れないからせめて読んだわけじゃあ方がいいんじゃない。もうそこは読まない。 行こうかなっていうね。<ー>それがなんか我々らしいかなっていう部分もあって、<laughs> でなんかそこら辺もえっとツイッターと、十一番目の人から呼ばれないんだね。そうそう呼ばれない。<laughs> <laughs> もでも仕方ないよな。<laughs> もうどんだけあの毎日聞いてたかって<ー>毎日じゃなくて毎週聞いてたかっていう話でしょ。<laughs> <laughs> そっちが今でんか言ったからんか喋ろうとしてます。だから一応とりあえず間に合うかどうかわかんないんですけどその企画もグッズを作る企画も前に進めながら Twitter と今インスタは店長の方がちょっと番組用でインスタバックナンバーを押しながらちょっと恋愛節も押した Twitter じゃないインスタを上げてます。それにちょっとデザインを書いたんですけどこれをもうちょっとプロの手で。 あの綺麗に絵にしてもらってあ<ー>これでまあボールペン。 を作ろうかなと思っています。まあちょっとそこら辺も踏まえて、あの楽しみにしててもらえればなって思ってるんですけどね。はい。はい。でもなんかはいはい。まあいいや。ちょっと絡みすぎたかなそうだね。じゃあもう元に戻そうね。ちょっとあのだいぶ路線がずれたから。はい。でえっと一応まあリスナーさんから実際メールが来てで勝敗を決めてでまあどちらかが三連敗したら我々が自腹でプレゼントを準備します。 これが元のルールルそうそうルーー元、うん、ののでこプレゼントもちょっと番組のオリジナル的なものをなんかお店で買うんじゃなくてオリジナルなものをどん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 ,どんあの作っていってでまあそれをちょっとね どっちが欲しいですかねどっちが欲しいのかな <laughs> でもあ,あれでしょこの番組聞いてるってことは少なからず1リスナーだから番組ならではの、ね、オリジナルグッズがいいんじゃないの俺普通に高級腕時計がいいんだろうなでも高級腕時計上げてる番組ってないよ <laughs> そんな番組ないよ <laughs> でまたちょっと元に戻そうね,ね一応まあそういったなんかねえー、っと、はい、プレゼント準備して、はい、で実際えー、っと リスナーさんと、まあ、最終的にはあのーはい、この恋の妄想のお題で勝負してで見事勝つことができれば、うん、えっとこのプレゼントをント。 まあ発送しまますすっってていう内容なちょっと今日、あのー、あんまり番組練り込んできてないんで <laughs> ちょっと補足とか余談とかがだいぶ多くなってるんですけど一応 <laughs> 毎週聞いてる人だったらこの流れ分かってると思うんで,、はい、で一応コ、えーナーの,の方入っていくんですけど、はいえー、先週が CD ですね彼女に聞いてもらいたい CD。 はいでまあ、そこからの続き、まあ、続いてないんですけど、うん、ちょっと日が経っての <laughs>、はい、今回は誕生日の彼女の誕生日のサプライズ企画でステーション読んでいきましょうね「はいえー、今日は彼女の誕生日です」「僕は数週間前からずっと彼女にもら喜んでもらえるようなサプライズ企画を必死で考え続けました」「付き合って初めての彼女の誕生日を指折り数えてその日を楽しみにしていました」 当日彼女と約束した場所に予定よりも早く着いた僕はドキドキしながら彼女を待っていましたすると慌ててきた彼女から一言「ごめーん待ったでしょう笑。ではあなたが必死に考えたサプライズ企画はどんな内容ですか 内容について力作して世の女性を感動させてくださいちょっとハードル上げてみました <laughs> 必死に考えたって入ってるよね <laughs> 必死に考えてないけどね <laughs> いやでも俺らが手抜きしないようにねちょっとあのーブースの中だけは緊張しようぜっていうね <laughs> ちょっと一応限られた時間では必死に考えました <laughs> 限られた時間ではね、まあ、な,んかなんかねちょっとね仕事とインフルエンザがなんか交互に来たような感じでねダブルパンチだった、ね、ダブルパンチでしたねでかつ台風も来てバックナンバーも行けんかったから俺はホ <laughs> に恨むよもう <laughs> まあでもいいんですけどで、ね えっと一応ちょっと喋りすぎてあ,あんまり時間ないんで、はいはい、早速石坂さんえっとお題の方まあ、石坂さんのセリフをお願いしてもよろしいですか？はい、はい、じゃあお願いします。ごめん、待ったでしょう。あ、すいません。街頭イ,インタビューなんですけど、あの彼女の誕生日にサプライズってしたことありますかえ？ サプライズですかえ、こんな、まあ、一応なんかあのあれなんですよまあなんか前々からサプライズ企画を考えててで実際彼女と待ち合わせしてでこの時彼女遅刻してきたんですよねでももう自分がドキドキしてたからなんかあんま考えないでとりあえずこのサ,クサプライズ企画を実行してとっても喜んだっていう感じですかね。で すいませんじゃあちなみにこの喜んでもらった企画ってどういった企画だったんんでで、えー、ですすかか企企画画ま聞くはですねあの待ち合わせした場所がこのデパートの大きいまあデパートにデパートの壁にかけられてるおっきいモニターがあるじゃないですか。でここのモニターに前もって自分の,あのビデオレターをあのセットしてで彼女が来るタイミングぐらいでこれを流してっていう感じで。 流してもらってでそれをあの実際彼女に見てもらうっていう感じだったんですけどねこの, <laughs> こ,のこの時のこのビデオレターのメッセージってじゃあどんな風なもんだったんですかね、はい、一応まああの鮮明に覚えてるんでちょっと恥ずかしいんですけど言うんですけどあの彼女が「あ自分店長っていう名前なんですよ」であ店長だ」って言って。 でそこからあのモニターで、まあ、自分が「石坂さん30歳のお誕生日おめでとう楽しいことも嬉しいことも悲しいことも石坂さんとだから幸せ,幸せだったよ来年も再来年も今と変わらず石坂さんを愛したい大好きだよ」。 っって感じっすかねなんかまあこれ言って、あのー、周りの人たちちょっと最初は「こいつバカなのか?」っていうような目で見られたんですけど最後はなんか周りからも拍手もらってでなんかこの彼女の誕生日企画にはちょっとふさわしい感じになってまあ普通に歩いてるおじいちゃんおばあちゃんもね「おめでとう」って彼女に言ってくれたんですよね。まあ、そんんななな感じっっっすかかかねあ以上ガイ,トじゃあインタビューからなんなんていうか最後ちょっと詰まったな <laughs> <laughs>

とのも、も,もと、参考にさ、ちょっと手遅れてる今日。なんで、あの、この。何が始まったの。<laughs> この感じを、したのかっていうと。は、ま、い、あ。清水ゆりさんが、なんか、自分で一人トークするの、うん、苦手。うん、だから、うん、誰かと喋ってる感じで、うん、この、お題を、喋ったら、楽になるから。<ー>だから、あえて、街頭インタビューを受けてる中の、質問を、答えたてで。うん、で、この中で、何だったかな。なんか、いろいろ、あ、彼女、好きなタイプとか、聞かれてたのか。の うん、で最後に、あのー、この街頭インタビューであそう自己紹介だったんだよ<ー>自己紹介で。 で最後あの今袴つけるんだったらどんな柄がいいですかって言って清水ユリさんが答えたのが和柄なんですよね和柄っていうあなんかごめんちょっと伝わらなかったんであの気をつけるよかったねあなんかそこまで持ってきたくてあでちょっともう2分なんであの入りましょうねすいさんすいません元に戻して今何の話をしているの今日あの考えてないからなんか全然ダメなんだよねだからちょっと笑いに持っていこうかなと思ってやってみました。 低いこの後。<laughs> 俺なんかまた普通に作ってきたのに <laughs>、まあ。まあだ、また、あ、一、まあまあ、分四十七秒ではい、はい、はい。じゃあわ伊佐さんすいません。じゃあ先ほどのあのセリフをお願いします。<笑>,笑いますよね <laughs>。またトリッキーすぎるんだよ。なんだこれ俺の色だろ別にそれを否定される覚えはない俺は <laughs>。周りが迷惑こう思ってるけど。<laughs> <laughs> <laughs> お願いしますごめん待ったでしょう <laughs> 待ち合わせ場所に彼女も到着したところで目的地を先に伝え待ってもらっていたタクシーに2人乗り込みます目的地の空港に到着したら戸惑う彼女の手を引きそのまま飛行機に乗り込みます向かった場所は彼女が前から行きたがっていたテーマパークですテーマパークに入ると彼女の好きなキャラクターが 花束と僕が何ヶ月も前から教わりながら作っていた好きなキャラクターのペンダントを彼女に手渡します「誕生日おめでとう」「今日は特別な日だから石坂さんの行きたかった場所で過ごしてほしかった」「今日は何でもお申し付けくださいお姫様」笑「過去わら」 で終了です。<laughs> 最後にお姫様を持ってきた。ちょっとい笑いこらえるのがきつかったんですけど。<laughs> いや考える時間がなかったから<笑>,笑いに持っていくしかないでしょ。<laughs> ほ俺今呼 <laughs> んでて自分で全然頭に入ってこなかった。<laughs> <laughs> いやでもよかったんでしょあの街頭インタビューの。 こここででうういのの妄想街頭インタビューに持ってくは俺だだけよ今後の事前にはぶっ込む時は行ってもらえますかっ言ったでしょ一応笑いに持っていくからって今日は今日も普通に行くんかなと思ったのであともうなったらなったなった一応まあエンディングあで考えるから補足語ってくださいどうぞ補足もう何も思い浮かばないけど一応まあびっくりさせようかなって思って空港に行って急に飛行機乗ったらびっくりするでしょにちょっと嬉し しねねその感じはね。<laughs> うん、で,でまあ彼女が行きたかったこのテーマパークに連れてってテ、うん、ーマパークで彼女が好きなキャラクターが花束と自分がずっと作ってた彼女が好きなキャラクターのペンダントを持って彼女に渡して<ー>そのタイミングで「うん、あなたにとって今日は特別な絵だから」 今日は自分に何でも言ってねって、お姫様だからっていうことで。作りました。<laughs> なんかあれだな俺なんかデジタル機種とかあるけど、一応っとっいういや、ある意味そっちの方が手込んでないからああ。手込んでるか。じゃ、あなんか、ね、じどんな感じで、このニュアンスを伝えようかなだけは。俺もいろいろと頭の中でイメージしてたんだけど。たぶ内容的には、俺、なんか、キュンとするワードはないと思、ね、う。あれだと、台本もよう見ないでから、喋ってたから、ね。そうそうそう。だから、あるさね。あ、最後の、このインタビューする人の。 セリフだけがちょっとあの考えてなかったっていうね、<laughs> そこだけきっちり考えてればなみたいな最後無理やりデスですでをあのね閉じたみたいな感じあるけどね。<laughs> これから毎回笑わせていくの。 いいやいや違うよ <laughs> <laughs> 今回そっちが犬からインフルエンザもらうからこんな形になったんですょこ <laughs> 全然違うよ、ね、本当は考えたかったわ時間ない俺には結構作り込んでる感じが <laughs> いやいやそうでもないよ <laughs> そのねニュアンスはね<ー>そういうの考えるのは好きだからね、はい、そういうのはすげえできます <laughs> でそれで石さん一応、はい、まあ選んでもらわないといけないんですよでまあ色,色も全然違うんだからどこを選ぶとかって言われたら難しいなって難しいのかなって もう思うんだけどでもこれは持ち越しでするような内容じゃなくてねやっぱもうここでねあのズバッと切ってもらいたいなって思っててですねこっちはなんでえっと判定はまあもうあの素直にあの頭に入ってきたもんでいいですよ <laughs> <おー笑>はいじゃあドラムロールお願いしてもいいですかはい、はい、ちょっと待ってくださいねはいはいちょっと待ってくださいねあ音があお父さそうだね準備してなかったな <laughs> <laughs> はいじゃあドラムロール行きまーすはーいお願いします先生 ああ、えー、ですよねー。うん。頭に入ってきやすい方って言えばな。うんこれはあの十、ー、回目の放送と同じで、あの俺のは多分全くセリフが頭に入ってこない。<laughs> ただあ今回はちゃんと入ってきましたむしろ。<あ>おお<ー>。ちゃんとはい入ってきた上で。<あ> <laughs> <laughs> 逆に入ってきてない方が良かったね。<laughs> <laughs> <laughs> 入ってきた上で、何ですね、石坂さん。<laughs> <laughs> その後、のコメントを聞きたいですね、はい、自分入。入ってきて。なんかやっぱ人前で。はい、<laughs> あの、<laughs> あ、モニターで。タ <laughs> ーちょっと <laughs>、恥ずかしいなとて <laughs>、はい。<laughs> って思いましたね。<laughs> でどっちも。はい 誕生日っていうよりはなんかプロポーズっぽい感じ。<laughs> <laughs> <laughs> ちょっとどっちもぶっ飛んでるな確かにそんな感じしますねああそうだねドップ薄かもしんないなああですねでも一応んか今回ちょっとね番組をあまりにも工夫しなくてでネタも薄々じゃちょっとね聞いてる人に申し訳ないなと思ってもうここはちょっとはっきり言って思いっきり笑いを狙いました今回今回は今回は自信を持って笑いをそこはばっちり成功してますね <laughs> ここはね、ここはちゃんと閉めようと思って、<laughs> <laughs> またどうした <laughs> と思って。<laughs> <laughs> だから俺石坂さんのセリフ今回いらないよって言ってたさ<ー>あの打ち合わせでね,ね,ねで入れない方がなんかあのああどういう感じだなってすぐ入ってきやすいと思うんだけどまあこれを言った後に街頭インタビューに切り替えるっていうのをどうやって入ろうかなってずっと考えてたんだよねまあまあでも一応企画的に成功なんではいまあこれもいつかまたそうですねでえっとどんなだろう多分曲入れてる時間もないのかな15分なんで。 えっとじゃあ、はいえっと、石坂さん、あと何分になるんですかね、今、実際5分。<laughs> あと20分ですか。と、うん、てことは、あと残りが何分ですか。 残りあ二三分じゃないの。あ、と二分ですか。あ、はい、わかりました。はい、しゃべっちゃった。はい、はい、はい、はい。そのままいってング…なんか、初はね、なんか、ボロボロな感じで、あの、いかに、あの、考えてなかったかど、あれだよね。出てるよね、表にね。え、まあ、いいや、えっと、じゃ、とりあえず、えっと。来週のお題も説明しないといけないからな。お願いします。エンディングなしはまずいよね。はい、じゃ、あ…ちょっと、なんか、変な感じで、あの、時間が迫ってきたんですけど。来週のお題を発表します。お願いします。え、来週のお題は。はい。 遅刻で,すでまあ今はちょっとざっくりとしたお題なんですけど<ー>まニュアンス的に、うん、えっと彼女が行きたい居酒屋があって、うん、で久しぶりになんか居酒屋一緒に行こうみたいな感じで、うん、あの誘われて「はい、ああじゃあいいよ」って言ってで彼女も自分が選んだ居酒屋だから、うん、この日をとっても楽しみにしてて<ー>でまあ彼氏の方はこの日は普通に定時に帰る予定だったけど。うん 急遽お得意先からちょっとこの部分あのもうちょっと肉付けしてから直してほしいんだよねっていうプレゼンの内容が戻ってきてでそれに追われながらま彼女を待たせないように仕事を収めるんだけど結局どうしても遅れてしまってで彼女は楽しみにしてた分予定よりかも早い時間にその居酒屋の前でまあ中に入らず待っててでそれを。 急い、ね、で駆けつけてその彼女の光景を見て、うん、なんていうふうな。 言葉をかけて謝りますかっていう。なんとなく今シチュエーションが見えたでしょう<ー>。まあそんな感じ。もうバッチリできてるさ。頭の中で演じてる。<laughs> まああんなな笑いを笑いのテーマばっか考えてたらな。ある程度来週のテーマぐらいはな。ある程度寝れるわ。<laughs> <laughs> <laughs> まあじゃ、まあ、そんな感じなんで。大体、はい、ねあのー、喧嘩ではないけど。うん、まあ遅刻に対しての。ちょっと彼女が怒ってるっていうか。そうだね。うん、そういう状況かな。謝罪的なものを。 でまあねこの待った時間も居酒屋で楽しくできるようにちょっとね 言葉を考えてきててきほしいいなっていう<ー>ちょっと難しいかな、うん、俺はあんまり遅刻あ、まあまあするかするって言われればするのかな <laughs> でも先生の方がするよね割合的にね <laughs> 俺が3遅刻するんだったら先生が8ぐらい遅刻する前の日飲み過ぎてとかねあでしょ <laughs> あまあ、まあね、<laughs> それでどんな内容を練り込むかは楽しみだなっていう感じなんですけど <laughs>、はい、えっともう 大丈夫なんかな一応とりあえず閉めても <laughs> もう閉めたほうがいいじゃないですか閉め,めますよね多分もう時間オーバーしてますよ、ね、じゃあ <laughs> えっとじゃあバックナンバーのコンサートに行けなかった店長から最後一言言って閉めましょうかなはいはい、はいうんはい <laughs> いや <laughs> 今の範囲は間違ってないでしょ <laughs> いやあのー、なんか別に、あのー、何かを考えてたわけじゃなくてただなんとなくこのふりやってみようっていう感じで,ったんでじゃあ店長最後に一言バックナンバーはいじゃあさようなら。<laughs>